びっくりした。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は新潟県立植物園に行ってきたのでご紹介させていただきます。9月の10日まで恐竜と食虫植物展をやってるので見に行ってみましょう。開園25周年の特別企画のようです。食虫植物というのは虫を食べて生活する植物のことですね。入り口に展示されているのはこちらは偽物ですね。本物もこの大きさだったらめちゃくちゃ怖いですよね。人間もすっぽり入れますからね。こちらは撮影スポットになるのでしっかり入ってきました。おびっくりした。ちなみにこちらは鑑賞温室といってめちゃくちゃ暑かったですね。でもこういう洞窟の中とか、あとはたまにねちっちゃい滝みたいのもあるんですよ。こういうのがあるとなんかアトラクションっぽくて面白かったですね。次は姪っ子や甥っ子たちを連れて遊びに来ようかなって思ってます。こちらはもうほぼジャングルですね。めちゃくちゃ暑かったんですけれども、実際の食虫植物はこちらにたくさん展示されていました。こういう滝があるとちょっと気持ち涼しいかなって思ってしまいますよね。これからもニンニクハンターチャンネルでは地元新潟の面白そうなイベントなどがあったらどんどん紹介していこうと思いますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。私はイベントの時にこうやって撮影することが多いんですけれども、結構新潟のテレビ局のクルーたちに鉢合うことが多いですね。今回もいました。何人かで撮影してましたね。ここが食虫植物エリアになります。本当はもっと近くで撮影してくればよかったなって今になったら思うんですけれども、中に入ってるとめちゃくちゃ暑いんで正直早く出たいなと思ってましたね。上の方にバナナがなってますね。バナナってこんなでっかい木なんですね。それでは恐竜見に行ってみましょう。ティラノサウルスのイラストを発見しました。こんな感じだったんですね。恐竜ってかっこいいですよね。みんな好きなんじゃないかな。こちらにはアンキロサウルスのイラストを発見しました。ちょっとハリネズミに似てますね。他にもトリケラトプスのイラストやこちらプテラノドンのイラストもありました。このブラキオサウルスのイラストだけなんかちょっとリアルじゃないですか。モササウルスのイラストも発見しました。他にもたくさん恐竜のイラストはあったんですが、私が知っているものだけ切り抜きをしています。こちらが最強の恐竜ティラノサウルスになります。かっこいいね。前足ちっさ。これ何のためについてんだろうね。目が動いてるんですけれども、なんかねずっとこっちを見てるような気がするんですよね。気のせいかな。
最後までご視聴ありがとうございました。面白そうなところがあったらまた行ってみますね。言葉